最強60億人のうちたった一人だけに与えられる称号をめぐり、これより主役たちの登場。武漢の最強戦士ミルコ・クロコップ。戦場で生まれ育った少年は超人になりたかった。頑固一徹に正義の道を行きたかった。強くなりたかった。力を手にしたかった。そして少年は英雄になった。しかし彼の心は乾いたままだった。誰から見ても超人といえるミルコ。しかしたった一つ彼に足りないもの、それがチャンピオンベルトというシンボル。世界最強という称号。自分が生きてきた道の証明。クロアチア国民の期待を背に60億分の1の可能性に挑む。その思いは届くか。アルティメットドンキーコングケビン・ランデルマン。アメリカレスリング界が生んだ突然変異のドンキーコング。超人的なスピードと反射神経を武器に暴れ回る。見よ、このしなやかなドンキーコングの膝蹴り。そして喜びのハイジャンプ。全身バネ男が見ることの超人バトルに臨む。クロカップ、 You got everything for the human system. Me, he drops all the way down and he's got to build his way back up.ターミネーター、ドンキーコング、超人類たちの共演。